はい、皆さんこんにちは。今こんばんはって言おうとしてた、こんにちはですね。はい、こんにちは、第25回プロデューサーレターライブのテスト放送をこれから行っていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。非常にやりやすい空気を作っていただきました。はい、温かい会場で、はい。普段はですね、はい、音声チェックから始めるんですが、最初からいていただいているので、一応はい、音声のチェックをする前に自己紹介してみようじゃないか、はい。ファイナルファンタジー14チーム、はい、プランナー、はい、アイテムセクションリーダー林優と申します。はい、はい、本日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。温かい。そして、はい、コミュニティチームの望月です。どうぞよろしくお願いいたします。あ、いいです。僕は拍手はいいです。はい、今日誕生日です。いや、いいです。はい、そういうのやめてください。俺このね、中途半端な空気が一番辛いから。そうか、はい、はい、ということで、はい、この絵面でお送りするのはパワーフェスぶりなんですが、はい、いきなり、まあ、いろいろ話す前に、はい、先ほども申し上げましたが、テスト放送、今日は DLL のテスト放送なので、はいはい、これから順番に、YouTube と、ニコ生と Twitch やっていきたいと思いますので、なんかわーって一緒に喋ってください。はい、はいはい、ということで早速なんですが、はい、まず YouTube の、テスト放送の音声チェックとか BGM のチェックとかやっていきたいと思います。なので YouTube でご覧の皆さん、Twitter でですね、ハッシュタグで、シャープ XIV ライブをつけて、現在音声が大きいとか小さいとか、まあ、ちょうどいいとか、BGM が聞こえる聞こえない大きい小さいなどなどありましたらお聞かせください。で YouTube ちょっとあの放送から時間差ありますので、はい、我々はこう喋り続けなければいけない、はい、普段はですねこれを一人でやってるんですね、はい、あ、大変ですね。大変でしょ、はい、そうなんです。大変だなと思ってますね。ありがとうございます。はい、はい、ということで、ただいま第25回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。はい、背景がですね、こんなロールがありますので、はい、分かりづらいかと思いますが、現在広島からこの生放送で皆様にお届けしております。はい、現在は YouTube でご覧の皆様に、ハッシュタグ XIV ライブで、音声の大きい小さい、BGM の大きい小さい、もしくは映像の乱れなどありましたら、それらをお知らせください。お願いをしております。どうでしょうか。もうちょっとかな。声がやや小さめ。ちょっと今素健さんが取り込んでおりますので、もう少々お待ちください。でね、映像に乱れがあるかどうかを確認するときは、はい、わざとこう揺れるんです。なぜならば緊張してると、はい、ぼーっとこのままになっちゃう。あ、まさに今私のシャキッとしててもこうなるんですけど、はい、あの見てる方からすると、はい、もしかしたら止まってるかもしれない。はいはい、だから動いてて、あえてこう動いて、そうすると止まってないんだ。そう、止まってるんだ。そうなんです。勉強になります。はい、多分ね、生主をやらない限りはこれ使うことはない。生主はやらないと思いますけどね。はい、はい、ただいま、第25回のプロデューサーレターライブテスト放送をお送りしております。音声ちょっと上げました。ありがとうございます。喋ってください。はい。音声やない。別だった。あのね、失礼しました。ね、YouTube でご覧の方からのコメントで、マイクがちょっと小さいかなっていう。小さい。はい。そうです。今日はですね。今日は。非常に地域の会場を考えておりまして、はい、これ以上上がりませんので BGM 下げます。なるほど。会場の設備の都合上ですね、マイクのボリュームをこれ以上上げられないので BGM ちょっと落とさせていただきますので、その状態で改めて YouTube 大丈夫そう。はい、では YouTube でご覧の皆さんありがとうございます。では続いてニコ生でご覧の皆さん、はい、で大丈夫ですか。あ、Twitch、先 Twitch でした。失礼しました。では続いて Twitch でご覧の皆さん、ハッシュタグ、XIV ライブをつけて、同じく映像がちょっと大丈夫ですか。音声の大きい小さい、映像の乱れなどありましたら、お聞かせください。なんか帰ってますね。どこかでいろいろとテストっぽいですね。そうですね、はいはい、
マイクは手に入れたんですか？いや、さっきね、大丈夫ですよ、はい、そうなんですよ、はい、で、いろいろ見えるでしょ？見えますね。見えるから黙っちゃうと、はい、画面の向こうの皆さんは、はい、どうしたんだ、どうしたんだ、はい、ということなので、どこですか？どこかわかんないけど、はい、今ですね、会場に僕たちが喋ってる声がこだましてまして、こだましてまして、はい、これ何ぞや何ぞやということを確認しております。今聞こえないよ、これね、会場にいないと分かりづらいと思うんですけど、そうなんですよ、会場のこと見えないの、はい、1個ずつやってる、うん、だから、まず放送からやりましょう。会場のことは一番最後にやりたいんで、はい、放送からやりましょう。現在は、Twitch のテストの段階でございます。 Twitch でご覧の皆さん、ハッシュタグ XIVLIVE をつけて、音声や BGM の大きい小さいなどなど、ちょうどいいももちろんお聞かせください。お願いいたします。どうすか？何がですか？緊張してますよ。緊張はしてますよ。だってすごいじゃないですか。ファンフェスの時もね、はい、緊張しましたけど。しましたけども。あの時って暗かったんで、そうですね。前にいる方がっていうのはあまり見えなかったんですけど。まあ、今目を合わせようと思えばいくらでもあります、はい。見えますからね。そうなんです。なかなか、はい。どうでしょう？Twitch。大丈夫そうですか？まだわからない、はい。ただいま第25回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。 Twitch でご覧の皆さん、ハッシュタグ XIV ライブをつけて、音声の大きい小さい、 BGM の大きい小さい、ちょうどいい、あるいは映像、まあ、乱れや問題ないよというコメントをお寄せください。お願いいたします。さあどうだ。普段は、はい、こうチームで話すときって、はい、まあ、こんなにさすがに人はいないでしょう。さすがにいないですね。ええ、今ここ何人ぐらいいらっしゃるんですかね。多分ね、200人ぐらい。200人ぐらい。はい。じゃあ多分いないですね。いないですよ、ね。多分自分ぐらいだと大体せいぜい集めて10人、15人ぐらいがマックスなので。そうですよね。はい、しかも知ってる人はいないですからね。はい、お客様はこれだけの数目の前にするのはなかなかない経験かなと思いますね。で、今テスト放送のうちにいろいろこう雰囲気をつかんでいこうと、はい、そうですね、この後もありますからね、はい、はい、どうでしょう、まあ、大丈夫そうです、はい。では Twitch の皆さん、ご協力ありがとうございます。では最後にニコ生でご覧の皆さん、皆さんはハッシュタグではなく、直接コメントで、BGM やら映像やらの具合をお聞かせください。ただいま第25回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。 OK ですか？ OK、 早い早い、素晴らしい、よかった。ありがとうございます。ではテスト本編としては終了なんですが、はい、まあ、せっかくね、隣に林さんに来ていただいたので、はいはい、だらだらとちょっと喋ってみますか。そうですね、はい、若干ね、テスト終わったんで、今度はあ、私のテスト、テスト放送、はい、そうですね、はい、ちゃんとお話できるかどうか。そうですね、はい、自己紹介は終わりました。自己紹介は終わりましたね、はいはい。今のところ皆さんが持ってる情報は、はい、アイテム班のリーダーである林陽介さんです、はい、ということだと思うんですが、はい、それ以上の情報をですね、はい、若干掘り下げてみたいと。あ、そうですか、はい、思うんですけども、はい、何でも聞いてください。いいですか？はい、はい、14、はい、今前やってるわけじゃないですか、はいはい、それ以外なんかこれまでファンフェスの時に一応、はい、11もやってたよって。そうですね、ゲーム開発者としては、はい、タイトル2つしか経験してなくて、ファイナルファンタジー11と、はい、ファイナルファンタジー14、14の2つだけです。はい、その、はい、じゃ入社してすぐに、もともと僕、プランナーとしてこの会社に入ったわけではなくて、QA って分かりますかね、デバッグをする、作ったものの、はい、作った検証というか、不具合があるかないかとか、はい、バランスがどうだとか、どうだこうだっていうですね、はい、QA、品質管理部という部署に最初アルバイトで入って、はい、で、こう一番最初に着いたのが、はい、ここ広島が生んだ英雄、獣神サンダーライガー。
がこじつけてきたね、はい、ちょっとごとしネタをごとしネタを、はい、あのでもあまり反応は良くないですね、まあ、いきなりサンダーライガーって言われてもね、はいはい、あでも あそこの一人あ笑顔な方があの最前列 の、はい、あのベレボの方が、はいはい、ほっあの重心サンダーライガーがあの登場する、オールスタープロレスリング2というプレイステーション2かな、うん、で出たゲームのデバッグをして、うん、ほうほう、はい、でそれのデバッグって何するその 何回もこうラリアットとかする、ね、俺がやった時は、その技がちゃんと出るかとか あと技をこういっぱい同時に出すとこう画面がこう、まあ、処理負荷で追いつくかどうかとかなっちゃったりとかっていう、ね、そういうのやってましたね。とにかく技をとにかく技を、はい、とにかく技をいっぱい連打してました。なるほどね、はい、で大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はいはい、でその次に、はい、ファイナルファンタジー11飛ぶね、はい、あのそのオールスタープロレスリング2が、うん、マスターアップしたぐらいに、うん、当時のスクエアですね、まだ合併前の、はいはいはい、が、ファイナルファンタジー11のアルファ版の継承かなんかをやっていて、で次じゃあベータやりますよっていうことで、はい、そっちのチームに移動して、でそっちのチームで自分の、まあ、上司にあったある人が、はい、まあ、今そこに座ってる兄先輩だった、もじゃもじゃの、もじゃもじゃの、はい、当時は金髪でしたので、ね、はい、でイレブンのデバッグをしている最中に、はい、イレブンのプロデューサーだった、はい、田中博光さんから、はい、あのまあ、開発やってみないみたいなお誘いをいただいて、お、はい、でイレブンから開発者になりました。イレブンさん、プロレス、はい、あれプロレスが、はい、プロレス、はい、何年何年でプロレス、うん、何年に、QA で入って、はい、いきなりプロレスをやっ QA で入って、うん、最初は何もすることがなかったので、何もすることがなかったの、はい、あの弁当の買い出しとか、それからあの階段の掃除とか、あとあの床に散らばったケーブルを巻くとか、うん、そういうことをですね、あそこからだったんだ、はい、そういうことを、はい、2ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいやって、はい、その後あその後プロレスをやった、はい、でイレブンをやった、はい、で、はい、イレブンの QA もそこそこ長いことやってたと、イレブンの QA は、多分2年ぐらいですかね、ベータ版、うん、それから、製品版の一番最初のディスク、はあ、でジラートが出てプロマシアが出る前とかに移動してるはずです。で、はい、プランナーなりました。プランナーなりました。はい。はい、で、あのそこからはね、なんとなく知ってんだ。はい、そうですよね。多分その後1年後ぐらいに多分モチさんと初めてお会いしたんじゃないかと思います。はい。そうですか。はい。もう入ったその瞬間からアイテム担当。はい、僕あのちゃんとしたこうゲームを作る知識とかスキルがない状態で、はあ、あの移動したので、うん、もう最初はあのその QA の時にやっていたデバッグの延長線みたいな感じで、はい、あの当時僕のにいろいろ教えてくれたのはあの今イレブンのディレクターをやっている松井さんだったんですけれども、はい、松井さんがアイテムを使っていた作っていたので、その松井さんが作ったアイテムのデータを紙に書き起こして、うん、でそれをあのヘルプテキストに貼り付けるみたいなことを最初やっていて、へえ、はい、そこからそのアイテムの仕事をまず最初に、そのアイテムのパラメーターを考えるみたいなことを最初にやってました。なるほどね、はい、でその後はでその後は、うん、まあ、そのアイテム、まあ、最初装備品だったんですけども、いや、いきなり装備品なの、最初、はい、最初、一番最初装備品でした。へ、はい、で、あと食事だったりとか、食事、はい、あのその他のアイテムも見るようになって、それで、あとはモンスターだったり、あの、まあ、コンテンツみたいなものを作ってみたりとか。だってそうだよね、はい、途中からあの、はい、ほらそうですね、ね、デュナミスとか、はい、サルベー、はい、とか、ね、サルベージとかを作りました、ね、まあ、あのサルベージもデュナミスも僕以外にも何か担当がいて、ね、あの、はい、そのうちの一つを作っただけですけれども、はい、
これイレブンの話ばっかりしてますけど大丈夫です。順応ってね、はい、林さんがどんな人でどういう経歴でっていうところを、はい、本放送ではこれだけ時間を割けないので、はい、いいと思いますよ、はいはい、そうですか、大丈夫ですか、ね、大丈夫です、はい、もうやなんじゃなんやかんややりつつ、はい、なんやかんややりつつ、アイテムだってさ、はい、今もアイテム担当でしょ、はい、今もアイテム担当、イレブンもアイテム担当、イレブンもアイテム担当、ね、アイテムがそんなに好きなの、はい、14に最初に移ってきたのは、まだ吉田さんがあの新しく来る前の状態の、うん、要するにあの旧 FF14 の発売の1年ぐらい前なんですけれども、あのその時はですね、アイテムじゃない仕事をしてました、してました、はい、そこから多分2年ぐらいは多分逆にアイテムの仕事全くしてないけど、まあも、はい、まあ、結局元に戻ったんですけれども、はい、まあ、そういう運命なんですけど、なるほどね、はい、いやまあ自分としては全然ね、はいはい、あの、はい、アイテム担当でいてくれた方がありがたくて、そうですね、11時代もね、そうですね、ありましたもんね、あの、はい、ファンフェスの時にもちょろっとお話をさせていただいたんですけど、あのモーグリのファンフェスの11のファンフェスの、あ、そうだ、だから、はい、そう、14のあのファンフェスの、はい、あのモーグリの装備品を林くんにお願いしてるけど、はいはい、それだんだんこう辿っていくと11の時のあのファンフェスの、はい、モーグリのだってあの杖だの帽子だの盾だのも全部作ってくれてるでしょ、はいはい、なので、はい、まあ、よくあの初見さんともタバコ部屋でうんたんかんたんみたいなことを僕言いますけど、あの林くんともね、よくタバコ部屋 で、ね、あのタバコ部屋で話が遡れば、そう、イレブンのそのゲームのね、はい、その片手コンはい、を持てる人はファンフェスに当時ストリーミングとかそんななかったんで、会場に来る人って結局だからそのプレイヤーの中だとごくごく一部なので、持ち帰ったその武器やら防具やらが一緒に遊ぶ他の方にもいい影響を出るようになんとか新しい効果を作ってとかね、はい、ね、そういうよくわからないことを言って、はい、すごいなと思いましたね、あのなかなかあの開発ばっかりやってると、うん、なんていうんですかね、視野が狭くなるので、あ、そういう考え方もあるんだ、そうよ、だってそれで結局さ、はい、最初にお願いしたのが他人のカバンにアイテム作れるようにしてくれた、そうですね、あれはびっくりしましたね、はい、今思い出しましたけど、すごい、あ、何言ってるんだろうこの人とか思いながら、はい、そうでしょ、だってそれで、はい、だからモグロットが、はい、他人のカバンにモーグリパイを作る効果で、そうですね、モグシールドが、はい、パーティー組んでる時に、はい、早く走るとか食事効果倍にするとか、なんかどうでしたっけ、そんな、はい、そんな効果を多分作ってもらったはずだよ、はい、楽しかった記憶は、ね、楽しかった、はい、なんか、うん、ちょっと自分じゃ考えつかないようなことだったので、ごめんなさい、はい、いやいや、あの嫌味じゃないです、はい、いや、なので、まあ、はい、まあまあそんな感じで、はい、日々あれこれといろんなアイテムを作っていただいてるわけなんですけれども、はい、今日はそんなまた話を、そうですね、本番では、はい、本番ではアイテムとローアイテムとオブバーミニオンとお、はい、この話をがっつりとがっつりと、はい、がっつりかどうかさせていただこうかなと、大丈夫、はい、大丈夫ですかね、いや、未だに不安です、未だに不安なの、はい、ファンフェスの時に、うん、下手すればファンフェスの時より今緊張してるで、はい、そうですね、あのファンフェスの時僕風邪をひいてまして、はい、で、あの後で自分で見たんですけど、うん、お金を払ってはい、はい、ありがとうございます、はい、私のこう鼻をすする音がですね、非常に見苦しくて、あ、もうマイクの性能いいからね、はい、これはもうなんてことをしたんだと思っていたんですけれども、はい、まだ一昨日風邪をひきまして、で、あ、もう遠足の前日寝れないタイプでしょ、ちょっと本番に弱いタイプですね、はい、で、あの、もうお医者さんに行ってですね、もう今日だけはもうなんとか、あの、なる薬をくれた、はい、大丈夫ね、大丈夫なやつです、はい、ちょっと強めの、はい、頑張り中です、はいはい、今日はもうずーずー言わずに言わない方向でやっていきたいと思います、ちなみにね、はい、今で16時50分なん
はい、割とこうがっつり喋ってます。20分ぐらいは、ね、はい、あと20分うん違う、あ違う、はい、あの2人でこうやん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 言いながら、はい、まあ、前半のテストも含めて、はいはいはい、これで大体20分、20分、なるほど、はい、そういう時間感覚ですね。そうなんです、はい、なのでこれを踏まえて、はい、本番の参考にしていただく、はい、そうです。本番はまたあのもっと大丈夫よ、本番もっと進行うまいから、はい、いや別にモッチさんも進行うまいですけど、ね、マークないからやめてください、はいはいはい、あの前から2人いるの で、ね、はい、私はもう2人に身を任せ身を任せね、はいはい、アイテムのあれやこれや、はい、ロードオブバーミニオンのあれやこれやを今日お話しくださると、はい、そうですね、はい、はい、ということで、はい、じゃあそろそろお時間もよろしいかと思いますので、はい、あ、そうだ、あと会場の、ね、様子をお届けしなきゃいけないんです、はい、なるほど、どうします、なんかご紹介、はい、林くんやってみますか、ご紹介こっちから、ね、順番に何をやってるかを説明していくんですけど、この皆さんじゃなくてあのこういうことをやってますよっていうのが、そう、あの今、はいはいはい、ハンディでね、はいはい、順番に会場の様子を映していくので、ありがとうございます。お、あ、ソグンさんと、アニー先輩が、はい、PA 宅ですね、はい、先ほどあのソケンさんと一緒に蒼天のイシューガルドの楽曲の配信をはい、はい、やってましたね、そういうのはここでやってました、はい、はいはい、そのままこうずーっと行くとですね、はい、あそこにそこぼれです、はい、あそこでは林さん何をやっていらっしゃるんですか、今はあれウルブズジェイル、ウルブズジェイル、はい、そのちょっと前はチョコボレースの、そうなんです、はい、あそこはウルブズジェイルとチョコボレースを交互にやっておりまして、はい、私もあのチョコボレース人が足りない時にお手伝いでね、お手伝い一緒に遊んだりとか、はい、そういうことで交流を今、はい、図っていただいているんですが、はい、ウルブズジェイルはですね、勝つと、はい、クリアファイルをプレゼント、あれなかなかいいものでしたね、はい、あんま林くんにはあげないんだけど、僕もあげない、あ、そうですよね、そうですよ、そうですよね、はい、遊びに来た皆さん、はい、それはそうです、はい、はい、続いてさらに行きまして、はい、行きまして行きまして、はい、今ですね皆さん映り始めていますので、あ、映りたくないなっていう場合はこう、はい、自分で目線を入れていただくか、ちょっと下をうつむいていただくとですね、まあ若干手遅れな方もいらっしゃるんですけど、でも逆にアピールしたい方はこうわーみんなーってこう手を振ると、あ、いいですね、あ、いいですね、いいですね、いいですね、ノリがいい、そうそうそう、はい、はい、こんな感じで皆さんご覧になってます、はい、であの柱の陰でちょうど見えないんですが、はい、あそこではファイナルファンタジーグランドマスターズという、はい、あのゲームをですね、はい、今なんとプロデューサーの渕上さんもいらっしゃって、はい、いらっしゃってますね、はい、みんなでにぎにぎと楽しんでおります、はい、僕も遊んでますよ、ね、時々あそこでもなんか一緒に混ざって、はい、あそこでは、ね、まだやってない、はい、まだやってないです、じゃあ後でちょっとよかったら行ってみてください、はい、そうですね、はい、でさらにその後ろですね、今ね、テレビが見えるか見えないかなぐらいの、そう、ちょうど真ん中あたりですね、はい、そうそう、あのあたり、あのね、皆さんがいらっしゃる後ろの方ではバンシンチャレンジ、バンシンチャレンジ、はい、そう、ルーレットを回して、あのニコ町とかあのハーフェスの会場でもやってた、はい、バンシンチャレンジをなんと今回フェイトに持ってきてしまいました、まあ、結果ですね、はい、まあ、はい、大盛況、大盛況でありがたいことなんですが、はい、難しいのも増えたということ で、ね、かなり真剣に夢中になって皆さんプレイしていただいてます、はい、私もですね、林くんやったでしょ、一戦だけ、うん、あのシンビスマルクをやりまして、何だった、シンビスを何でやった、シンビスを、アイテムレベル制限、あ、アイテムレベル加減制限、加減でやった、要するに、うん、一番普通にやれるやつでなるほどですけど、うん、あの負けました、あれ、はい、負けました、負けちゃった、はい、あのいい返事は聞けなかった、もう開発者としてお恥ずかしい限りなんですけれども、しょうがない、しょうがない、はい、負けました、まあ勝ったり負けたりしてる、はい、バトルチャレンジ、はい、はい、そしてそのままずずいっと回って回っていきますと、あ、もう一度皆さん元気にわーってやってくださっても、あ、そう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 、あ、いいですね、ありがとうございます、いいですね、この瞬間だけ一緒になれた気がします、はい、いいですね、はい、あれは隠しているのか
アピールをしているのか分かりませんが、どっちでしょうね、どっち隠してる、映してくれるんじゃない、難しい、極のいところですけどね、楽しいかな、たそうです ね, ね, ね、はい、一瞬こうパッてやるとこう、はい、あ、はいはい、いいですね、はい、そのままじゃあもうちょっとグーッといきましょうか。ここがですね、プロデューサー兼ディレクターの、はい、吉田さんとの交流コーナーの待機列になっておりまして、はい、こんなに人気があるんですね、はい、そうなんですよ、はい、びっくりしました、その普段はいや、いや そういうことじゃない、そういうことじゃないですけど、はい、あのあ今日のラッキーパーソンは素晴らしい男性の方ですね、はい、はい、今ですねバッチリ抜かれてるってことを多分ご本人はまだ知らないんでしょうね。なんで姫ちゃんの中身なんだよな。はい。さあこの先何があるかというと皆さんのコメントを見ています。変な壁拾うな。はい。ということで一周でございます、はいはい、そんなこんなの、広島フェイトの会場のご紹介でございました。ちょっとでも、ね、皆様にこの空気をお届けできたならば幸いでございます。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにカメラはモルフさんがやってくれてました、はいはい、大丈夫ですか。はい、ということでもろもろ、はい、もろもろこれで終わりました、はい、テスト放送、はい、良いお時間でございますので、はい、本番はこの後、19時半から、行いますので、だいたいあと2時間ぐらい、時間ぐらい、違う、2時間半か、2時間半後ぐらいですね、ぐらいなので、はい、ご飯などなど終えていただいて、はい、もう万全の体制で皆さん待機をしていただけるとありがたいかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは、第25回プロデューサーレターライブのテスト放送以上で終わりたいと思います。ご協力ありがとうございました。Yeah, right.